はいさーい。いやー、陽気な音楽流れてるね。素敵やん。今日はね、ちょっと天気がいいから、うん、最近手に入れたモビリティに乗りながらね、カフェ巡りしようかなって。おう。うん。今日行くのは？今日はね、マイロカフェっていう、海が望めるね、オーシャンビューのカフェに行こうと思う。あ、今日天気いいから最高だね、絶対。最高だよ。うん。ちゃんまりさん、今日クソ眩しいね。めっちゃ天気いいな、これ。あー、夏みたいな。でも、気持ちいいね、涼しくて。うん。よし、じゃあ行こう。行きましょう。気持ちいい。うん。そうだね。なあなあ、はい、めっちゃ気持ちいい。今日はいい天気だね、本当に。うん、風が若干強いぐらいかな。そうやね。うん、人も少ねえ。ずらずらああ、いい感じ。サンセットビーチ、戦闘機の音がすげえな。よう響くね。うん。到着。こちらがマイロカフェの入ってるビルです。
ごちそうさま。ごちそうさまです。美味しかったね。美味しかったね。うん、なんか芋がさ、めちゃくちゃうまかったあれ。ね、こだわりのお芋だったね。美味しい。まあその他にも俺が食べたガーリックシュリンプも良かった。言えてへんけど。本当ね。いやあとはもう絶景だよね。そう。ここは今ちょっと夕方になりかけてるからさ、うん、ちょっと夕日っぽいんだけど、うん、あの午前中も爽やかで気持ちいいし、昼の青い海も気持ちいいし、あ、そうだね、大体いつでも気持ちいいな。そうだね。気持ちいいといえばマイロプラスカフェみたいなところあるね、うんうん、ということで気持ちがいい沖縄に来たかったらぜひ来てください。はい、今日は波がすごいな。すごいにゃにゃって言っちゃったな。これは満潮だったらサーファーの人いっぱいいただろうね。そうだね、サーフィン日和だわ。まぶしい。よいしょ。はあ、あ、大きい犬がいる。大きい。でかっ。大きい。わー、でっか。え、うまっ。すごいわ。大きい。めちゃくちゃでかい犬がいたな。うちのロクちゃんなんて頭よりもちっちゃいよね、多分。そうだね。うちの六助は犬ってサイズの幅広いよな。あ、広いね。猫なんてそんなに差ないけどさ、うん、と思うじゃん、うん、ライオンも猫でしょ。まあ、蚊で言っちゃえばね、そりゃ。あ、そっか、蚊の問題か。蚊の問題じゃん、うん、あ、ということで、はい、以上。外に出た途端これだよ。震えたね。震えてるね。お家の外なんだけど、今玄関でこの震えようだからな。さあ、エレベーター行くぞ。よっしゃ、じゃあ行くぞ、6。